そこからガチャガチャとこぼれたところでしたけども、まあそこのファーストボールの競り勝つか競り勝たないかって意外とこう中ではデリケートですから、そこからこう跳ね返されるのか裏に流れるのかによってこぼれ球の拾い方変わりますので、さあ PK 山崎です。名古屋の選手たちの抗議の時間があって少し間が空きましたが、それがどう左右するか。決めてきました山崎です。真ん中でしたね。真ん中でしたね。これ真ん中に転がしましたね。ちょっと神妙な面持ちで助走に入って、はい、ちょっとナーバスになっているように演じたんじゃないですかね。そういう演じるというのもあるんですね。あると思いますよ。これが改めて PK のチャンスですね。を見て逆に流し込んだのかもしれませんね。見事でしたね。今季 J1 初ゴールになります山崎です。